今日午前金沢市でウォーキングをしていた80代の男性が熊に襲われ怪我をしました。意識はあり、命に別状はないということです。金沢市によりますと、午前6時ごろ大正寺丘陵公園で80代の男性が駐車場の近くをウォーキングしていたところ熊に襲われました。男性は額や胸に怪我をしましたが意識はあり、命に別状はないということです。 現場に残された足跡などからクマは体長1メートルほどで山に戻ったと見られています金沢市でクマによる人身事故が発生したのは2020年11月以来となります金沢市では今年度クマが目撃されたり糞や足跡などが見つかったりする事案が41件ありました特に今月に入って三口新町や末町といった 住宅街やそれれに近いい場所でで相次いで目撃されました市では、山に近い場所でウォーキングをする際は、鈴やラジオなど、音の出るものを身につけるよう呼びかけています。